はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズパート16やっていきたいと思います。前回島の総督ビババンゴを倒して大樹が完成したところになりますので、チャコさんに話して進めていきましょう。大樹も完成して教団も追い出した。大切なことを忘れていないか。そもそも一緒に緑を作り、お二人の島を開拓する仲間を探しに来た。早く仲間を連れてルルのところに帰ってやらなきゃいけない。お二人と一緒に空っぽ島に行きたい人がたくさんいる。皆さんと話をしてきてください。農民は来ないよね。名前のあるやつが来て農民はここに置いていく感じか。まあ、一人ずつ話していきますか。近い人から。モンゾーラに緑を取り戻してくれたことを礼を言うぞ。空っぽ島に帰る頃合いか。一応尋ねる。連れて行ってくれるな。はい。人数制限されてるとかないよね。リズちゃんも一応、あ、8人か。大丈夫大丈夫。これさ、全員さ、はい、いいえとか出んの？ヒース。こいつ一番影薄かったな。お手紙を出します。あれ？お前は来ないのか。二人とお別れなんて嫌っすよって。なんかいい家にしたい気もするけど、いいやもう。このモンゾーラには船でいつでも帰ってこれる。開拓に使う素材は今無理して持っていかなくても平気。この島の建物は壊さないでほしいっす。素材は島に着いたら渡す。あ、そっか、素材とか持ってけないって言ってたよね。ソフィーちゃん、あ、この島でやりたいことがある。あ、パンね。ジバコちゃんは？お前ちょっとここで守ってくれないと。あ、でももう敵は来ないのかな。あ、連れて行こう。こいつ衛兵として不眠不休で働く超役立つ奴隷兵だからな。チャコちゃん、あ、最後か。あと犬。いや、お前は分からん。分からん、何を言ってるんだ。え、さよなら。ミミズはちょっとこ、なんだっけ、一緒に行けないよ。一緒に行くよって、お前どうやって来んだよ。まあ別にいいけどさ。まあ確かにこいついないと緑が作れないからね。あ、行けないんだ。なんちゃってどっちやねん。あれ、モンスターっていなくなったの。そうするとモンスターからの素材があるじゃん。お抱え船長、どこをうろついてやるんだ。確かにずーっと見てないからね。船着き場に船が来ています。ターバンの男が呼んでいる。あ、いるわ。普通のモンスターはいるんだ。みんなせ、全員戦闘準備なんだけど。行け。全員でタコ殴りにするんだ。まあ、じゃあモンスターから取りたい素材はまだ取れますということかね。結構木腐ってないでもこれ。さっきすげえさ、緑になったと思ったらさ、割とまだ腐ってんね。そこまで万全ではなかったか。体重も
ここら辺とか余裕で腐ってるわ。まあそれは後の人たちに任せしましょう。てかミミズどうやってついてきてんのあいつ。ゲーな気持ち悪いこいつ船に乗せたくない。久しぶりだな船長。お世話になります。お前もついてくるか犬。あ、見送りか。きれいな農民がいっぱいいる。我々に任せてください。すぐに船を出しやすよ。よみがえる大農園。いやお前ミミズさあ、これ土じゃないのにどうやって潜ってんの。破壊してるぞ板を船長これ浸水する。水があのミミズのせいで船がぶっ壊れてしまう。新たな仲間と共にルルたちの持つ空っぽ島へと帰っていった。ようやくようやくこの島が終わったか。長かったな。これはとんでもない長い旅になりそうだ全体で。あ、ハートが飛び出た。保管用の袋の持ち物を受け取った。お帰りなさい。やっと帰ってきた。お前その間食事どうしてたの。白爺のやつに変な真似されてなかったか。いざとなると頼りになる。うっかり忘れてた。これはポスト。こいつがあれば他の島から手紙が届くかもしれない。ああなるほど。山頂にいる白ジードのとこに一言挨拶に行かせてくれ。じゃあ行くか。もう忘れたよここの土地。ワープできんだっけ。船着き場。あ、山頂行けるわ。ワープできる。ここ何にもほぼ作ってないからな。そういえばまた作り直すの超めんどくせえな。共に物を作る仲間を集めてきた。モンゾーラという島から来ました。今日からこの島に住まわせてください。一緒に開拓しま…あ、こいつはもうずっとここに永住すんの。彼らの住む場所を確保しこの島に家を作って…また家作りからか。家とか後でいいしとか。お主たちもビルダーとな。わしは嬉しいぞい。地面が荒れている。まずは土をきれいにしたらどうかな。緑の開拓地。島の北東にあるとある石板がある。そこに行ってみてくれ。崖からピョーンって飛んでみるがいい。風のマントがあればみんな一緒に飛べるとか。マジかよ大切なこと。小さなメダル、メダル交換機能。 OK。 全然メダルを集めてないんだけど。小さなメダルを集めている。1個しかないよあ、黒縁メガネ。縦ごとのレシピ。あ、レシピとかも交換すんのか。なんか攻略に関係ないようなアイテムだったらちょっといいかなって思ったけど、レシピとかくれるんだったらな。ちょっとやっとこう。まあ攻略には必要ないと思うけどね。ドレッサーを使えば見た目おしゃれに変えられる。緑の開拓地に一つあった。ほうほうほう。よし、じゃあ行きますか。みんなで飛び降りるよ。覚悟はいいか、ミミズ。特にお前だ。地中から出れないミズミズ。初めての空だろう。
では行こう。待って待って待って、失敗した。みんな痛かった足。ちょ、目的地あの石板か。カスノファントン何個あんの。ほい、痛い。みんな12のダメージを食らったな。すいません、何も書いてなくね。いにしえのビルダーが残したものづくりの意思。お主が考え頭に浮かんだものがこの石板に刻まれる。何を作るべきかお主なら考えつくのではないか。目標が刻まれた石板をもとにみんなでこの地を開拓していく。なるほど、島まず開放して人を集めてここを作ってまた新たな島行ってっていうところか。ミスボらしい土地をまずは素敵な大地にしたい。景色を作ればいい。島の景色。水と草木に囲まれた穏やかな村の風景。まだそんな感じだよね。もうちょっとなんか近代的なものを作りたいけど。開拓レシピ。草原を作ろう、森を作ろう。はあ、木材がたくさん必要。あ、川を作ろうもあったね。川作り、草原作り、森作り。この場所を緑で満たす。住むところはみんなで川や森を作ってる間にささっと作ってくれちゃえばいい。作ってくれちゃえばいいって俺が作んの。たくさんの素材を生かすとき。収納箱に選び抜いた素材が入っている。モンゾーラって島で何があったの。いろいろあったんだよ。開拓スタート。え、いや待って、わかんねえんだけど。ちょ、ルール、お前どこ行くんだ。ちょうどいい場所がある。帰ってきた時のために島のことをいろいろ調べておいた。まずは川作りから始める。石板に触れたお主ならいつでもここにワープできる。おお、なるほど。出来上がったら神殿まで来てくださいと。川作りから始めていきましょう。高台が見える。あそこで川を作るととってもいい感じになる。川なんてあっという間にできちゃう。川は地面を流れるものだろう。とにかく高台に行ってみましょう。みんな体力すげえな。軽々と登っていくぞ。あ、スライムがいる。スライムなんていいや。まだレベル10がマックスなんだね。あとここ金がないのか、そのビルダーの。あ、ここはここでハートを集めなきゃ。あ、島ごとで管理されてるってわけね。マジか。そうかそうか、そうだよね。よくよく考えてみれば。みんなこいつらについていこう。一番手っ取り早いわ。キメラいるじゃん。ミミズ、お前早えな。さすがだ。こういうところに関してはミミズが一番だ。あ、なるほどね。昔川が流れていて干上がった場所、ここから水を流せば一気に広がる。お家や料理作りをしのぐ大それた発想。でも作るのは俺でしょ。水を流す方法を心配していましたけど、あれを使えばできる。あ、そうだね、乾きの壺。下まで水が広がる。あっちの様子を見てくるぞ。
目印の場所へ水をまく、うん、流す水、泥水じゃなくて綺麗な水にお願いしますね。ここか、今綺麗な水だよね。はい、薄汚い壺。なんか右の方にも流れてったよ。滝ができた。これでルルさんの言う通り水が流れる景色ごと作れそうっす。あいつこんなにも広い範囲に水をまけるとは。よし、あれだけの水を一気に流せるなら川作りも簡単にできる。干上がった川の跡地に水を流していけば立派な川になりそう。高い絶壁降りていった。いや俺はこれで降りていくよ。はい、こいつらも早いな。降りんの川好き。俺は物が作れない。適当にこの辺りをブラブラしてるぜ。ピンチになったら来てやる。草原と森も作らなきゃいけない。なるほど、分担するってことね。水をつなげながら撒いてください。はーい、ここジャボコとジャボコとジャボと。よし、ここに水をまいてほしいっすよ。てかこの木とか、まあ川はねそういうのあってもまあいいとは思うけど。おお、満たされてる満たされてる。え？あとはどこに撒いてくれなんて言ってくれないんだけど。ああいついい感じに水を流せた。どんなルル王国、水場がいっぱい欲しい。指導帝国、我が輩を王とするドルトン王国、どこが間なの。いや、もらったんだよ。川をもっと大きくして大運河を作る。ポストに手紙が届いている。まだ 30% じゃん川。要は破壊して川を作んなきゃいけない。いや破壊していけばいいんだよ。モンゾーラからあるものを持ってきた。土砂を壊しつつ収納箱に入れてある建材で壊した土砂が崩れぬよう囲いを作ろう。緑を作ってこい。あ、なるほど。はーい、何が入ってるのちなみに。これだけ、もっと持ってこいや。900個あっただろう。川作りは順調。緑も作っていきましょう。これを作っておいた。あ、草原団子いいね。ははは、壺に手突っ込んだんだ。草原団子を置けばミミズが草原にしてくれますと。よし、では行こう。え、どっち行った、ちょっと待って。この辺に草原欲しい。え、待って待って待って、草原はさ、やっぱりさ、あ、違う違う違う、均一化したいよね、高さを。
設置しよう、ここら辺高さを、まあ、一応なんとなくね。草原の大きさに合わせてもうちょっとこっちもやるか。ちょっと待って君ら騒いでるけどさ、もうちょっと待ってくんないかな。あ、買った草原団子って、あれここら辺のもの持ってきてんじゃん。草原団子、草原団子、ちょっと一回整理しよう。どんくらいだったっけ大きさ。ここから、あーそこか、じゃここに巻くんだから、ここからここもだな。ちょっとまず破壊から、作るにはまず破壊からと言ってたからね。これって何の土？ひび割れ土か。でさらにここら辺もちょっと埋め立てないといけないんだよね。木材の壁じゃなくてひび割れ土でいいか。じゃあこれだな、薬草今回置いとこう。でほい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 、これでどうだ。あとこっちももうちょっとか。とこうの、あ、場所一個ずれてる。ここ大体でいいんだよね多分。いや全然なんか足りねえわ。木材の壁じゃなくて結構でけえな草原。この列もやっとく。でこれ木を壊して木材調達して、まあ、このくらいあれば大丈夫か、さすがに。でここだよね、え違う、ここだよね、分かりづらいな。大丈夫なはず。 OK、 ミミズ頼むぞ。これ壊せないんだよね、硬い。いや硬い。よしこれで一旦草原ができました。ここも結局ここも、高さどうする。だってこれ高さやっちゃっていいの。まあいいや、ちょっと作ってこう。高台になっちゃってんだ。いや竹竹竹マジで竹。少し段差になっちゃっていいか。一段下にしようか。そういう、そういうところ。でこうのこうのこう。じゃあ段々だんだんになってる草原にする。ここやってで、ここじゃあ壊して、ちょっと待って、こうでしょ。でここからこう一段下がってくるような感じ。でここは埋めるのか。泥がね、みんな頑張ってんなその間。ちょっとこっちの方一旦破壊して素材をゲットしよう。よし、オッケー。でここにホイホイ
ほいほい。ほいほい。で、ここは1段でいい。ここも、あれ置けない？あ、こう。いけねえんだけど。川作りが進んでてちょっといけないんですけど。で、ここはこの高さ。おい、シド、お前何してんの？モンスターの軍団現れんのかよ。どこに？助けてー。軍隊やとか。雑魚だからな。てか、俺しか戦わないの。ひどくない？まあ、シドも戦うけど。で、ほい、ほい、ほい。ほい、ほい。ほい、ほい、ほい。お前まだいたのか？違う違う違う、別のモンスターだ。え、どこ行くのとか言われる？あ、完成した？地面をぶっ壊した。ちょっと待って、早いな、俺まだ草原作ってるんですけど。いや、草原作りが意外に大変。すごいっすって何？俺の破壊活動は？で、ちょっと待って、ここだからこう置いて、じゃあこのくらいでちょっと置いてみる。草原、どこまで草原、あそこまで草原になるのか。もういいや、置こう。もう進めとこう、とりあえず。お、頑張れミミズ。まあ、こういうのもありだよね。4、5、ここ草原になってないんだけど、まあいっか。10個分。あとここか。もういいや、めんどくせえからやろう。はい、ここら辺結構破壊したとこだな。でこいつ、川が開通できそう。畑の担当大臣。うん、桃貝でも食ってろ。豊かな森も必要。川の続き。乾きの壺で水をつない、これが一番簡単だよね、作業的に。ここ超穴が開いてんだけど。まあまあまあ、今はね、まあ、ただの開拓地だから忙しいんだけど。あとはあんたに任せる。自分で作って地面に置いて。え、自分で作れないんですけど。もう夜だ。よし、どん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 川を作っていこう。お、アリ、お前溺れるぞ。その汚い水、ちょっと泥があった。上に上がる水が汚い泥水になった。泥水を汲み取ってください。え、そしたらさ、綺麗な水がなくなっちゃうよ。これは、あ、そうか。めんどくせえことになりそうだな。また綺麗な水を、あ、でも綺麗な水ってこっちから汲んでくればいいのか。そういうことね。いや、じゃあ汲んじゃおう。
泥水が好き。近くに泥がないか。あ、なるほど、泥破壊しなきゃいけないの。間違えた。なるほど。ちょ、待って待って待って、話しちゃうんだよね人に。どこが、どこまでが泥だ。ファイヤー、よいしょよいしょ。あとは木材を、要は上には流れないのか。水がたまらないから、一回じゃあひび割れ土を置いて、こっちから徐々に置いていかないといけない。そこには置けません、人がいるから。あれ、泥まだあるか、これか。で、またあと置いていかなきゃいけないんだ。え、待って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 、いやでもさ、これこっからさ、これで流せないか。泥水だから、ちょっと一回これを汲んで、綺麗な水にして、でここから新たに撒く。どう、ここちょっとあの浸水深いところっていう、そんなイメージ。ではではでは、もういいよ、適当にやっとこう。開拓してくれたところまで水で満たそう。あり邪魔だ。どう、うん、泥水汲んで、はいはいはい。何か食べてる、かなり腹減ってる。野菜は飽きた、贅沢も。パンがあるだろ、パンが。よし、皮 30% か。で、草原か、草原がまだ全然だな。草原団子、物がそもそもないからね、作らないといけない。肥やしってどんくらい持ってた。全然ねえな。肥やしパクってこなきゃダメ。臭いと。あれ、これなんだ、なんかでき始めてる。肥やしの調達だな。寝てる野宿か、みんな。気になることがある。うん、腹が減ったっすって。お、じいさん。素材島と呼ばれる小さな島が点在している。鶏よし、行ってこよう。船着き場。
あ、ポストにハガキが来てるって言ったよね。ハガキっていうかソフィー。空っぽ島でのものづくり順調ですか？リズは元気ですか？ヒース様が暴走しておかしなものを作ろうとしている。パン作りも順調です。パンを送ってきてくれよ、そんなことより。新しい島を見つけやしてねか。航路をビルドしなきゃならない。ただとは言えない。ものづくりのかけらと交換。あ、金にもなるんだ。オープンするにはハートが必要。これはふさふさ島、じめじめ島、50、300。ここがあれか、モンゾーラか。え、結構広くないか。じゃあ、あと少なくとも1、2、3、4、5個くらいはありそうだね。まあ、小さい島、大きい島がもしかしたらあるかもしれないけど、まあ、今行けるところといえばこのくらいだな。ジメジメ島、よし行こう。 OK。 あれ、俺自分で乗る。あ、勝手に乗るか。夜だけど大丈夫か、船出して。もっと明るい時に行った方がいいんじゃないか。素材とジメジメ島。素材島か。見つけたら片っ端からチェックする。足の話が終わったら画面右にリストが出てくる。どれをチェックしたか確認していく。持って帰ることもできる。航路も安定して運びやすい。風のマントで飛べばいける。冒険スタート。素材とで素材探し。島ごとに決まった素材がある。素材のすべてを発見するとボーナスがあります。特定の素材が無限になる？マジで？ここら辺いきなりできんの？飾り床。え、これは？これなさそうだね。あ、ないね。あるのは、なんだこの草みたいなやつとか。あ、本島に行くか。じゃあ、チェック。苔むした土。あ、そういうこと。ブナの木を発見した。あ、なるほどなるほど。あー、だ、破壊していくっていうかチェックしていくんだね。まあ、チェックって言ってたけどそういうことね。まあ、ここはこんなもんかな。この木とかはだってある？ないもんね。よし、じゃあ本、え、ちょっと待って、どこに行くの。飛べって言ってたけど飛ぶようなとこなくね。あっちか。え、遠いよ。ホイミスライムがいる。ホイミスライムって何持ってんだっけ。攻撃が遅い。よし、薬の葉、これはかなり貴重。ま、敵はそんなに強くなさそうだね。あ、右下に鶏のマークある。とりあえず、まあ、持ち帰れそうなものはどんどん持って帰ろう。はい、よし、木材。あとはこれは樽がぶっ壊れてるだけだから。あ、腐った。あ、チェック。枯れた草原、チェック。砂漠草、
いて。チェック。枯れた木。ひどいんだけどみんな。チェック。あ、空腹。とりあえず食おう。これ。で、これは関係ない。他、ここら辺。あ、チェック。ゼニゴケ。いて。お前もいたのか。チェック。ぐるぐるそう。げっ、あの木がいる。チェック。コケムシタ大きいし。泥もない。泥なんてさ、これ破壊せば泥になるんじゃん。違う。これ泥じゃないの。まあいいや。でこれ夜行草結構いっぱいあんな。これもか。大木の樹皮。あ、鶏が襲われている。あ、なるほど。ちょっと待ってね、その前にこのマンドリルを撃破しないと。やらせはせん、やらせはせんぞ。よし、撫でる。鶏を手名付けた。ついてくるようになった。鶏発見。え、これ一匹でいいの？でももう一匹欲しいんだけど。鶏、よし、2匹。さあ、あとはちょっと、ま、全部チェックはしたいよね。ボーナスがあるって言ってるんで。薬の葉の種、ここら辺は？ようじゃねえ。チェックがなかなか難しいんだよこれ。売りナス。え、ナス、これ、え、マジでナス持って帰りて。お、やった。あれ、ナスの種じゃない？ちょっと破壊する。ナスの種、よし、ナスの種ゲットした。すまん、ニワトリくん。あれ、コケ。ナスも支柱が必要そうだね。あー、ナス回収してこう。ウリナスの種。で、こいつたちとぶっ倒す。他まだまだあるぞ。これ、この丸太は大したことない。広いね、やっぱり草原は広いわ。ここら辺チェック。かぼちゃ、あとあの岩山みたいなやつも。あの泥が全然チェックできないんだけど。あとさ、そのレベルが上がんないからさ、戦うモチベーションがほとんどない。これチェック。ガマクサ。で、これはコケまじりの泥。あ、そういうことね。これコケまじりの泥だったんだ。イバラは、よし、チェックできる。ここら辺は全部チェックしたか。とりあえず奥へ奥へ行ってみよう。ニワトリはついてきてるね。これは別にって感じだな。ニワトリ大丈夫か。うん、どんぐりとかもなってるんだ、見た目。最悪ウリナス食えばいいか、腹が減ってきたら。ここら辺モモガイとかもないよね。石、え、動物がいる。え、どこに。あ、あそこか。ちょっと待って、これさ、倒してさ、
丸太チェックできないの？破壊してどうのこうのってことにはならないのかな。これ丸太だよね。ならないな。やっぱ自然になってるものか。これほんと隅から隅まで調べないとちょっとできなそうだな。ぽいやつぽいやつ、これはそうだね、泥の巣穴。いやこれ探索結構、いや広いでしょ、すげえ広いんだけど。この木は何もない。こっちもなさそうだからね。いやワープできる場所ないの、この島内で。島の中でワープできるとこ、これももう関係ないでしょ。あそこになんかある。ちょっと向こう向かってみよう。いやもう動物とか、とりあえず一旦いいや。ちょっと登っていきます。泥クライミングで。お、なんかすげえ砦みたいな感じになってんね。え、すごくない？え、これ本当にすごいよ。ほい、ビルダー100景。ビルダー100景とは過去に行われたコンテストの入賞作品。よく見て、キヌミのビルドの参考にしよう。これ作ったの？すごくね？宿屋がある。すげえ、ガチですげえんだけど。開く収納箱かよ、これ。これも座る。お前なんだ、作った人？フラーテ、村人やってます。君の島に連れてってくれ。あ、いいよ。女性は大歓迎。空っぽ島の仲間に加わった。いやこれマジですごいわ。ちゃんと窓もあるしね。いやこんなん作れる気がしない。あ、見た目を変える。これは何？鎧とか。直接島、部屋がある。座る、開く。なんか宝箱あるわけではない。寝れる？ここは小さい部屋。スライムのあれがある。これ扉なの？逆に入り込んでしまった。これなんかアングル引けないのかな。割と自動アングルだからね。これあれか、宿のあれか。宝箱は7つあります。決められるんだ、そういう多分文言も。ここ図書館的なあれだね。凝ってるね。でここちょっとした庭じゃないけど、でもこれさ屋内でしょ、ガーデンだね、屋内ガーデン。これはガーデンビュッフェ。ごゆっくりどうぞ。大きいシンプルキッチン。君は？やんだけか。すげえ料理が並べられている。大きい花の咲いている部屋。大きいダイニング。でもまあここちょっと探索には関係なさそうだね。降りちゃったけど。あ、これチェックできるっしょ。いや、お前じゃない、お前じゃない。助けて。OK、任せろ。あ、やばい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 、鶏が狙われる。やらせません。鶏は俺のもんだ。そんなに会心の一撃っぽいのが出んね。これチェックできるはず。できない？できねえわ。これそうかなって思ったけど、切り株。違うんだね。あ、これチェックできるわ。ブナの切り株。
こいつがいるわ。いや待って待って待って、こけこけ、やられてる。シド、ヤト、早めに始末するんだ。ちょっともう一回帰る。ここの探索はあと、あ、チェックできるんだ。枯れた体重、ちょっと広すぎるわ。とにかく、うん、ちょっと一回帰ろう。鶏も回収したいんで。ビルダー百景とこ、すっげえ、全然あれだ。船着き場上陸地点、なるほど。まあ鶏を回収してきました。あと仲間を一人回収してきましたということで、訪れるたびに景色が変わる。そうなのか。で帰ってきましたと。鶏と人を連れて。もう夜だよ。寝床作ろうよ。鶏は緑の開拓地へ向かった。フラーテも緑の開拓地へ向かった。辺りの海域を調べておく。大きな島があるようだ。もっとすごい素材がある。行けるようになったらお知らせしやす。お迎えご苦労。鶏を連れてきた。お前食うんじゃねえぞ鶏。あくまでも卵だからな。モンゾーラの近くに金属や鉱石っていうのが取れる島があるって聞いた。モンゾーラとも取引があった。いやいいね、金属鉱石。忘れてた。ポストに手紙が届いた。連日海に出て奮闘している。OK、いや読んだよこれ。大丈夫。じゃあちょっと開拓地行きますか。呼ばれた。土砂が壊せた。とうとう干上がった池まで水の通り道を開通した。ルルさんのとこに行きましょう。あ、待って、なんかアップって書いてなかった今。あれこれ何作る。え、何何何何これ、ちょっとわかんないんだけど。作業台グレードアップ。モンゾーラで学んだレシピが作れるようになった。へえ、いいね。空っぽ島作業台を見事にグレードアップした。空っぽ島作業台は今までお主が使ってきた作業台とは少し違う。集めたビルダーハートを使うことで新しいものをひらめける。島のお主のものづくりで満たしてみろ。だ、ここがメインなんだな、作るのは。レシピの選び方、たくさんのレシピが増えてきた。空っぽ島の作業台ではレシピをカテゴリーから選べる。あ、こういうことね。へー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 。オールだとこういう感じか。ビルダーハートで交換しよう。マジですか、マジですか。結構いっぱいあるよ。あ、ゴーストか。お前敵のゴーストか。教会の人じゃなくて。幽霊に比べれば弱いな。じゃあもうちょっと進める人だね。川くらいは開通しておくか。森が全然作れてないんだよね。
小屋しがないからな、小屋しが。いや、鶏も来んの？てか全員来てるやん。この川をより壮大にする方法が分かった。今作ってる川がいいところまでできたら改めてその方法を教えよう。泥はないよね。ちょっともう暗くて見えないんだけど。乾きの壺、ジャバジャバジャバ。はいはい、で次は、ま、割と適当にこうつながるように流していけば良さそうだからね。いて、うん、どうした？おお、なんだ、できたのか。ポストに手紙が届いてる。緑が少ねえな、全然少ないわ。いや、緑はないよ。もう一声、この川を大きくしたい。戦闘中は話しかけられない。早く終わらせてくれ戦闘。我が輩の調査が役に立つ時が来た。最初の高台の近く、うん、草原団子、森も全然だ、森。まあ、まずは川作りからいくか。 70% ね今。いやでもここちょっとさ高台すぎるよね。人が、お前どこ行くの？人が住むようなところではない。まあ、まずは緑よっていうことなので。こいつら早えな。あれ、肝心のおっさんどこ行った？来た、おっせえよめ。ここにもかつて川が流れていた。池につながる2本の川が合流すればとてつもない川ができる。ここから下に向かって水を流す。いや、ここら辺適当に。ほい、お、なんだ、新たなレシピをひらめいた。石灯噴水、水の中に置いて使う。なるほど、噴水ね。はい、痛い。ひどい。さらに水を流して、ただ繋がんなくない？開拓しないと。でもこれは、土の壁がある。これじゃ下の川と繋げられない。この土の壁の先に水を流すと先ほど作った川につながる。土砂のようにはいかん。水が通るトンネルにしなければいけない。怪しげな音がする。我が輩の直感が危険を告げている。
指導になんとかしてもらいましょう。トンネル掘りをお願い。これ、まあ、行ってみるか。もうドッカンと行こう。ドッカンと。どこをどうつなげるのこれ。これは水が溜まっていた。ああ、はいはいはい。こっちの方でいいかな。うわ、ウミウシ。はい。キュインカーン。ウミウシなんて雑魚だからな。弱っ。さて、じゃあ作業続けていくか。地図的にはこっちだよね。ドンドン。ドン。空腹で倒れそうだ。あ、マジで。ちょっと待って、食いもん。かぼちゃがいっぱいあるな。ちょっとかぼちゃ食うか。あれ、ちょっと待って、こうか。あ、かぼちゃ食えねえの。生じゃかぼちゃ食えねえわ。そうか、トマトは食べられる。確かにかぼちゃ生で食えって言われたらちょっと嫌だよね。よし、つながったね。高台から水が流れ出した。まだ川 80% だよね。トンネルから水が溢れ出し、合流したと。あ、 97%。 あともう一押しか。ちょ、いけないの。お前らどうやって登ったんだそこに。待って待って待って、登れないんですけど。あいつらやるな。ちょ、ひび割れ土を置くか。しまった。あ、壊せなかった。最初のポンペリバーと、あ、ポンペリバーってお前の名前ね。この気配はあっちだ。うん、カニ。はい、あ、おっさん戦ってくれんだ一応。なるほど、この川系のイベントはおっさんが絡んでるから。じゃ、戦闘要員多分一人ずついるね。草原はジバコちゃんがいるから。よし、カニの化け物。アイアンアント。ウミウシもいた。まあ野生の魔物も住んでるよね。完成した川を見ましょう。すごい。確かにこうやって改めて見るとすげえな。緑の開拓地が潤った。変わったっすぜこれで。お、レシピ浮き輪。開拓レシピ、川を作ろう達成。石板に記された開拓レシピの一つを達成した。
小さなメダルが生まれる。ナイスなお宝と交換する。1個ゲット。緑の森作りがまだ残ってる。そうだね。というところで、じゃあ川が完成したところになりますので、今回はこれで終了して、次回は草原と森の方ですね、着手していきたいと思います。まあ、草原の方が先かね。そのためにはね、ちょっと肥やしが必要なんで、ちょっとモンゾーラとかで調達してこないといけないかな。まあ、それは裏方で、材料は調達しておきますので、次回はそこからやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。